武田邦彦先生、今心配されている環境問題は実は心配いらないという本当の話。地球温暖化より二酸化炭素の欠乏の方がより大きな問題。分別リサイクルは自然破壊の元凶。50歳以上の男性は生物学的には生きる価値がない。少子化は日本にとっては必要。 AI は新しい未来の環境を開く。意味のない地球温暖化対策のために年間12兆円が使われている。リサイクルによる国民の損失は年間10兆円。人生は50歳を境に2つに分かれる。日本政府は国民に1000兆円を返すべき。認知症になる一つの原因に頭を使わないからというのがある。人間は歩かなければ足が弱くなるように、使わなければ弱ってくる。それは頭脳にも当てはまり、現代の日本人のようにテレビで供給される情報に頼り、それをそのまま鵜呑みにしていると頭は実質的に使われない。そうなるといつの間にかその人の固い考えになって他の考えを拒否することになる。先進国の人口密度。少子化を問題にするのは政府の雇用と年金の都合のためだけ。日本の加重面積における人口密度は1109人パー平方キロメートル。これはダントツの世界一。22世紀に日本の総人口は現在の1億2000万人から5000万人に減る。これは日本の国土に合った適正人口。少子化は日本人の生活や自然にとって望ましい。主要国で最も人口密度が高いのがインドの364人、次いで日本の336人。先進国では日本の次がイギリスで253人、ドイツで230人。主要国でも農業中心の国はさすが人口密度が低く、フランスの113人、アメリカの33人、ブラジルの23人などとなる。ちなみに食料自給率が 200% の日本の北海道の人口密度は67人。つまり工業国はほぼ200人から300人、農業国は100人かそれ以下ということがわかる。またよく環境ということで日本と比較されるフィンランドは16人で、日本の21分の1だ。でも環境を考えるときには人口密度ではきちんとした議論はできない。人間が住める土地の広さでなければダメで、最低でも国土の総面積ではなく、一般的に言われる加重面積をもとにしたものが実質的な人口密度に重要である。加重面積などはいろいろな定義があるので、数値は必ずしも精度が高いものではない。故にあまり細かい議論には入らない方がいいが、日本は先進国で特別に人口密度が高い国であり、普通の国になるには少なくとも人口を4分の1程度に減らす必要があること。さらにスウェーデンやフィンランドなどの環境政策などを参考にする場合には人口が10分の1ぐらいにならないとそのままでは有効でないことがわかる。少子化すると困るという理由の第一は産業の停滞と言われている。この原稿を書いている2018年の初頭、それほど景気はいいとは思われないし、賃金も上がっていないけれど、人手不足が深刻だと言われている。確かに賃金は上がっていないが、2017年の日本の完全失業率は 2.8% だから、ほとんど完全雇用と言ってもいい数字だ。いい状態だ。かつてイギリス病と言われた時代のイギリスの若者の失業率が 20% を超えて大きな社会問題になった時と比べると、夢のような安定した雇用の時代とも言える。だから少子化して労働人口が減るとますます人手が足りなくなるので、1億総活躍社会などと生やして、なんとか女性と高齢者を取り込もうとまでしている。第二の問題は年金で、このまま少子化が続くと、高齢者の年金を負担する若者の数が減り、負担が大きくなり、不満がたまり、社会問題化すると心配されている。年を取ると親は子供の世話になっていたものなら、昔なら、子供が少ない時には老後に豊かな生活ができないのは当然だが、現代はわがままになっているので、それは困るということになる。人口が3分の1になれば、現在のような生活をしていても、消費量が3分の1になるのは当然なので、節約や環境の保護、自然を大切にしたいという考えの人は少子化に賛成するはずなのに、そのような考えは少なくとも表面に出てこない。著者は、日本の自然は素晴らしいし、日本人が自然と共に歩み、そして物質的にも豊かに、生活をするにはやはり現在の人口は少し多いと思っている。生命とは何か。生命の定義。生物とは生まれたり死んだりするものではない。山や川も生まれてやがて死ぬ。生物とは喜んだり悲しんだりするというものというわけでもない。哺乳動物以外の生物には感情はなく、反射的動きにとどまっている。生物とは特定の情報 DNA を持つ有機体の一つ。つまり石ころと生命はあまり区別ができない。生物と無生物の境界はかなり曖昧である。もともと温度が高い時に酸素は単体では不安定なので鉄と結合し、酸化鉄は岩石と結合してシリカとなり、大気は炭素の酸化物、二酸化炭素として存在したのだった。太陽系では金星、
地球、火星は岩石型惑星で兄弟のようなものだから、金星や火星の大気は今でも 95% が二酸化炭素である。こうして山や川の一生を描画すると、それはまさに人間が幼児期、成長期、青年期、熟年期、老年期と過ぎてやがて死を迎える状態にそっくりである。誕生と死が似ているだけでなく、一生のありようさえもが類似していることに驚きを感じざるを得ない。だから生物は誕生してやがて死ぬのが特徴ではない。そう思うのは、私たちの時間の尺度が他の生物と類似しているからに他ならない。それでは、喜んだり悲しんだりするのが生物かというと、それも怪しい。人間は脳が発達していて、感情が動き、感激したり悲しんだりする。でもそれはほぼ人間に特別に与えられている深い感情の動きである。厳密に言うと、馬や犬のように高等な哺乳動物では、感情はもとより言語の一部を持っていると思われるが、少なくとも学問的には、哺乳動物以外の生物は反射的動きにとどまっているとされている。生命を持たない材料で自己修復、つまり自分の場を自分で直す材料の研究をしている頃、その材料が自分で修復のエネルギーを獲得するのに、空気中から酸素を取り、水、尿を排泄しながら傷を癒すことが、治すことが分かり、当たり前のことだが、生物でもないものが排尿するのにびっくりしたものだった。第3節、生命の誕生と温暖化。地球温暖化よりももっと深刻なのは二酸化炭素の欠乏である。38億年前に生命が地球に誕生したとき、地球の二酸化炭素、温暖化ガスは大気中の 65%。1億から2億年前の中生代の二酸化炭素は 15%。この時代に恐竜が闊歩し、生物にとって最も住みやすかった時代である。今から200年前には二酸化炭素は 0.025% にまで減った。産業革命から石炭、石油が消費されることにより、現在二酸化炭素は 0.04%。生命にとって危機的時代は続く。地球の大気は二酸化炭素がほとんどだったことで、生命が誕生したのは紛れもない事実である。そして太陽の恵みが何よりも必要だった。しかし、地球上に生物が誕生したことはしたのだが、その道のりはそれほど平坦ではなかった。何しろ太陽の恵みとは言うけれど、太陽は巨大な原子炉だ。そこから生物に必要な光だけが届くのではなく、危険な放射線なども届く。植物の葉は癌にならないように必死の防御をする。だから動物の防御系がメラニンを元にしているのに対して、植物はより複雑なフラボノイド系の化合物を使っている。化合物は複雑で合成するのが大変だし、維持するのもエネルギーがいる。でも植物にとっては、葉を太陽の危険な光から守るというのは生きるための至上命題だから、そんなことを嫌がってはおられないのだ。そこで植物は原則として、葉に動物の毒になるものを含ませて、葉を食べに来る動物を撃退する作戦をとる。時々普通は食用にしないような植物の葉、例えばアジサイの葉などを食べて渋滞になったりする人もいるけれど、自然界の成り立ちから見ると当然とも言える。植物の葉を薬草として使うこともあるが、これこそ毒を逆手に取り、少量であれば薬になるというアイデアなのだ。15億年前頃にできたオゾン層は、オゾンというのは酸素原子が3つでできる化合物だが、この化合物は短い波長の電磁波、つまり放射線とか紫外線を吸収する。それが空高く、地表から 10km ぐらいのところに溜まってオゾン層を形成したのだから、一気に生物は問題点を克服することができた。地球上に住む生物のほとんどは空気中の二酸化炭素と水を使って食料を作り出す。まず植物が光合成で使い、植物を食べる動物に移り、さらにその動物を食べる肉食動物へと移る。だからこの地上がこれほどの豊かな様相を見せる基本中の基本は、二酸化炭素、温暖化ガスが豊富にあるということだ。しかしこの二酸化炭素はすでに 0.04% 程度に減少している。人間と同じように考えれば、稲にとって毎日生活するエネルギーや自分の体は自分が還元した炭素で賄っているが、ちょうどそれと同量の炭素を人間が食べるために稲穂に蓄積する。もし稲が自分で働いた分は自分で使いたいとくせがえたとすると、稲は10月に枯れることはなく、2月か3月まで生きることができる。人間だけが生物の摂理や倫理に反して命はいただかないと決まっても意味がないように思うが、それでもせめて命に関係ない食材を使うのは自然との調和としてはいいのではないかと思う。その点で単に自分のことだけを考えて米は食べないなどというのは考えものである。溢れるほどの肉やケーキなどを食べて過食になるから糖尿病を発症する。だから自然と最も調和している食材を忌避するというのはいかがなものだろうか。自然を愛し、自然を大切にする人の中に温暖化防止を主張する人がいる。
人間から見える資源第4節資源の矛盾人口数千万を超える国で食料自給率が 50% を下回るのは日本だけ大量の食物を輸入すると飢える人が出てくる今世界で飢える人の数は8億人リサイクルの矛盾石油、石炭、天然ガス、鉄などの資源は生物が出した地球のゴミ地球環境から見ればリサイクルは当たり前のことであるは特に長く排他的経済水域を極めて広大であるだから沿岸漁業、遠洋漁業、採掘漁業ばかりでなく海底の工業資源や海洋の風などを利用したエネルギー資源も極めて豊富であるしかし建設業においてはせずとをもって国土を改善し豊富な建築資源を活用しようとする動きはほとんどない急峻な山岳、狭い谷間はそのままにして活用の意思はほとんどないまた農業、林業、漁業に至ってはさらに奇妙な状態にある。その典型的なものが林業で、世界の三大森林国だというのに、日本の森林はほとんど利用せず、外国の木材、外国の樹木、外材を利用している。日本の大地、特に農業や林業などの産業では、利用する場所、農地や人工林と利用しない場所、草原や天然林を計画的に区別し、利用する場所では植物の生育に適した栽培を行って自然の恵みを人間が受けるようにするそれが日本では森林が多いのに自然を守るということで木の伐採を禁止する方向に進んでいたつまり日本の森林のすべてを利用せず管理しない荒れた森林にするという考えになってしまっている農業も同じで平野はできるだけ利用して作物を多く取り時には平野に隣接する山の斜面に段々畑を作りそこで農業することも推奨されているし段々畑の風景というのは自然と調和した人間の営みと理解される例えば山はブルドーザーで切り開いてゴルフ場にする場合がある航空機に乗って上から千葉県などを見ると山が無残に切り開かれて18ホールのゴルフ場になっているところが多いしかし現実にゴルフ場に行ってみるとよく管理されていて緑の芝生、四季折々に咲く花木それに自然林も適当に残されていて実に快適な自然とも言えるでも一般的な概念特に環境を大切にしようという視点からはわらぶき屋根の農家その周囲の畑若干の草原には豚や牛という風景が田園であり自然と調和した風景と言われゴルフ場はいかに綺麗でも自然破壊に分類される芸人は自然の成り立ちや世界情勢に詳しいわけではないが、現代に生きる日本人がどんな考えを持っているかを感じ取るとても優れた感性を持っている。だから理屈はともかく日本人の大半が森の木を切ってはいけないと思っているのではないか。日本のような先進国でお金を持っている国が食料を買い付けると必然的にその買い付け値段は高くなる。一方、発展途上国で貧乏な国は、日本に高い値段で食料が売れるならということで、国内に飢えている人がいるにもかかわらず、食料を日本に輸出する。その結果、誰かが飢えて死ぬ。でも日本人にはどこかの国で餓死している人のことは見えないし、報道もされていないので知らない。最もひどい例では、アメリカの大資本がアフリカの貧乏な国の農地を大規模に買い付け、そこで栽培して得られた食物を独占的にアメリカに運ぶ。何も犯罪を犯していない。合法的に土地を手に入れ、合法的に栽培して輸出する。何も問題はないが、そのために農地を失った住民は餓死する。土地や作物、そして自然というものはビジネスの規則に合わないところがある。私たちの目で見る地球というのは自然の状態ではあるが、それは長い生物の活動の結果、変貌した地球でもある。そして、その多くが最初からの資源ではなく、生物が出したゴミなのである。石油は動物の死骸、石炭は植物の死骸。天然ガスはさらに腐食の進んだもの。鉄鉱石は海に溶けた鉄が生物の吐く息で生物と一緒に沈殿した死骸。サンゴ礁もサンゴの死骸。私たちが呼吸している酸素は大昔の生物の吐いた息と私たちが資源と呼んでいるものの多くが実は先祖が出したゴミなのである。それは当然かもしれない。リサイクルという概念は使い終わったものをまた使うとかゴミも分別すれば資源というように資源とゴミはそれほどはっきり区別できるものではなくさらに人間というのは誕生してしばらく周りを見渡したらすでにご先祖様のゴミだらけだったのでそれを利用してきたということもできる。つまりかつては政策や補助金などから一応独立していた大学などが研究した結果を発表していたが1990年頃からは日本の主要なデータは官庁から大学や調査機関に依頼が行って調査を行うだからデータは常に官庁に都合のいいものになっている
環境関係では、例えばクールビズという政策が始まったとき、開始してから2年ほど経って、ある一流大学がクールビズを実施している環境省からの依頼を受けて計算を行い、ネクタイを外すと2度程度は涼しくなるとの結論を出した。しかし、何といってもすでに政策が行われ、批判があったことに対して大学に研究を委託しているのだから、そのデータを信頼できるとして採用するわけにはいかない。リサイクル量のデータも問題である。リサイクル量というと、誰もがリサイクルしたゴミの量と思うけれど、公開されているデータはリサイクルするつもりで収集したゴミの量であって、それが現実にリサイクルしたかどうかは関係がない。実は著者が2007年に書いた環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかを執筆した動機は以下の通りである。当時名古屋大学の教授をしていた私のところへ卒業生が来て、工場勤めですが毎日回収業者からリサイクルするゴミを受け取り、リサイクルするという受領書を受け取り書を書いて渡し、現実には焼却しています。こんなことをするために大学を出たわけではないので、毎日が苦しくて仕方がありませんと言った。その卒業生は工学部の材料系を出て大きな会社に勤めていたが、毎日嘘をつくために工学や材料の勉強したわけではないので、それは苦しいだろう。しかし日本人は官を信用し民を軽視するという傾向があるので、役所が言っていることが奇妙でも役所が言っているんだから正しいと思う。今に至ってもなかなかその壁は破れない。よくよく考えればお役所の論理はとてもおかしいのだが、お役所の嘘の威力は絶大である。リサイクルによる国民の損失は10兆7584億円である。自治体が指定しているゴミ袋は利権などがあり、同じ大きさでも10円三田市から110円草津市まであると。同じ材質なのでほぼ同じ値段のはずだが、環境のことは調べると奇妙な数字ばかりが出てくるので、これぐらいではへこたれないことにする。そうすると1枚20円として総計で2700億円となり、かつてゴミ袋に使っていたスーパーのレジ袋の売り上げと大体同じような数値だ。つまり実にバカらしいことに、ゴミを捨てるだけでゴミの処理費である5000億円分の約半分をすぐ捨てる袋に使っていることになる。つまり家電リサイクルが始まって、家電1台あたりの処理費用は2500円引く500円イコール2000円となり、家庭から見ると捨てる時の負担が2000円増えたことになる。もともとゴミを分別しようとか家電をリサイクルしようということになったのは、ゴミも分別すれば資源だからそのまま捨てるのはもったいない、リサイクルして資源を回収しようということからだった。もしこれが本当なら、単に捨てる場合は回収できた資源のお金を差し引くから、リサイクル前の処理費用より安くなるはずなのに、例えば家電製品ではリサイクルでは2500円と逆に、リサイクルして資源を回収すればするほどお金がかかることになった。なぜこのように奇妙なことになるかということは、すでに学問的にははっきりしている。混合のエントロピーが増大しているものを減少させるとエネルギーが必要になるという超難しい理論で計算しなければならないので、社会に浸透しないのが第一原因である。もう一つの原因は、どうもお金の問題があるらしい。例えばエアコンだが、エアコンは実は資源の塊で、特に内部に使用している銅製の熱交換部品はお金になる。そこで野因に乗じて人の家のエアコンの室外機を取り外して、すなわち盗み売り飛ばす輩がいる。危険を冒して人のものを盗み、それを売り飛ばして商売になるものを廃棄する人が、するものを廃棄する人が外してリサイクルセンターに持ち込むと1000円かかるというのはどういうことだろうか。泥棒の方が完成のリサイクルセンターより商売人で儲ける技を知っているということだ。これを逆に言えば、もともと民間がやれば1000円で売れるものを、官が取り扱うと途端に500円支払わなければならないということになる。でもこの手のことは頭が混乱して、有用なものを回収するんだから1000円いるのだという盗人の論理にごまかされる人がいる。廃棄されるエアコンを何でも取引できるまでに持っていけば3000円で売れるので盗むわけだから、持ってきた人から1000円取れば差し引き4000円の儲けになるということである。もし回収する人が同じなら、エアコンは自動車のような価値のあるエアコンや自動車のような価値のある廃棄物はリサイクル法ができようができまいが、所有者は有価で売れるはずなのである。それが逆にお金を取られるというのは、リサイクル法という完成のシステムであると、民間よりずっと非効率なので、非能率なので、余計なお金がかかり、やっていることは同じなのにお金は取られるということになる。これに対してリサイクルが始まる前は、紙類は塵紙交換などで業者は収益がギリギリでやっていたが、相手が役所になり赤字になれば有償で引き取ることができるようになった。